警察、突入、それきり、あと警戒。よくみんな映画とかでよくやってるけど、部屋入ってきてやってるけど、あれはやらないよ。やるのは目線だけ。何かあったらすぐパッと。でここで手で引っ掛ける。これでここで膝。でこれを一回で何度もやってそのまま倒す。こう開くわけやろ。こう。というとか見えていくのはこっちから順番にこう見えていくわけでしょ。な。なんでこっちに入るこっちに入る決める必要があるの。肩をつける。そうすると一番この人間はよしもう後ろにバックアップがいるんだってのが分かるじゃん。これがまず基本体制。はい、お前に思ってない。入ってきた。何でお前はって話になればな。どうすんの。ステージケース作戦。ここに H ホテル、ホステージがいる。4人チームで今から15分後に突入。的に重要なチームワーク。お互い信用しなかったら話にならないんだよ。どんな作戦があれどういうのもいけるわね、行こうと。問題なのはお互いこの4人でチームで意見が統一できてるかできてないんだよ。それが重要。そうだったんですけど、今作も、軍事アドバイザーを一人つけましてですね、その非常にそういう兵隊の動きに、詳しい人物に実際モーションキャプチャーに立ち会ってもらいまして、でそういう時には銃はどう構えるんだ。で我々結構映画から影響を受けてるんでね、銃を構えると、まさにジェームス・ボンドのようにこういう形でこう構えるんですけど、実際には銃は、銃口を上に向けたりはしないと。非常に危険なものなんで、銃は下に、下げた状態でこういう形で構えて、森崎英治です。中性的なキャラクターであるということがありまして、その僕の中でそういうちょっとナルシスト的なところとか中性的な部分っていうのがちょっとまだこうあんまりまだってもともとないんでしょうね、あんまりね、新境地ですね。まだできてないんで新境地じゃないですけども、新境地になれば、普通の演技でこうパッてこう やりたくてもここにマーカーがあると置けない、その動きはやめてください。マーカーのポジションを隠しちゃうとダメだっていうやつで、規制がかなりでかくなりますよね。自分の体の流れ的にやりやすい動きがかなり制約されるっていうのがあって、ここであってこう一回つまずいちゃうとなんかドロドロドロって感じになるんで、そこですね、やっぱり一番難しいと思うのは自分の中にある中性的な部分とか、そういうやつを絞り出して頑張ってやりますんで、皆さん楽しんでやっていただければ幸せです。よろしくお願いします。吉田瑞穂と言います。そうですね、やっぱりキャラクターを作っていくのがやっぱ難しいところですよね。一番そのやっぱメインになってくるので、で、まあ、まだ暴れてうわーって動きがあるキャラクターだったらその暴れ具合がまたあるんですけど、こうなるべく
動よりも静の方を重視すると、その動かない中で気持ちを入れられるかっていうのが難しいところですね。ある程度のこう目安のバーぐらいとかしかないんですけど、でもそこをもうゲームの中と想定して、もう絵を自分でこう想像しながらやっておりますけど、楽しめるゲームだと思いますんで、まあ僕が やっている一部やっているところもあるんですけど、まあ、もうスネークだと思って皆さん楽しんでください。よろしくお願いします。はい、梶川由紀と言います。いや、台本よく読んだんですけど難しいです。はい、なんかあんまり泣いてしまってもいけないかなと思って、その微妙な加減が難しいです。いや、重たいですよ。もう筋肉痛であざも作りながらやってます。やっぱり表情でごまかせないし、あとそのフォルムでどういうふうに表現しようかなっていうところが考えるのは楽しいですけど、それがやっぱり一番難しいし、やりにくいけどでも逆に面白いですね。結構自由なところもあるし、どれが嘘だってこともないですし、私はゲーム好きなんですけど、難しいのはなかなか先に進めなくて、クソーと思ってコントローラー投げたりするんですけど、頑張ってください。秋田恭介です。僕の役がそのバンプという役なんですが、その踊りながら球を避けたりするんですよ。で、僕はあまりダンスが得意じゃないんで、その辺がちょっと苦労してます。ヴァンパイアっていう男でもなく女でもない、その中性的なっていうんですかね、人間でもないし、そういうなんか細かいところを出せればいいなと思ってるんですけど、普通のドラマですと芝居の普通の芝居ですと目の動きとかそういうものでいろいろカバーできたりするんですよ、セリフとかが下手くそでも。だけどそのモーションキャプチャーっていうのはその動きだけじゃないですか。ボディアクションでアクトしなきゃいけないっていうのがすごくやっぱり普段気を使ってないところをもうやっぱり神経使わなきゃいけないんで、そういうところが難しいですね。自分たちこのモーションキャプチャーやってるアクター一生懸命やってますので、楽しんでゲームをやってください。毛利です。まあ、PS からね、いろんな意味で性能、ね、グラフィックもそうですし、いろんな面で上がってますから、逆にその部分こっちも専門的なアドバイスが今までできなかった部分もできるというのが出てきますし、逆にそのこう折り合いというんですか、本当のリアリティとその映像もしくはゲームでのリアリティのこの折り合いのこの攻め際ってのはより高い部分で行えるっていう部分だと思うんですよ。だから逆にそれを今度いかにするかっていうところで、その今まで PS でできなかった部分での戦いというか、ね、小島監督以下メタルチームと僕のこのリアリティの方との戦いになるんじゃないかなと思います。前作以上に、メタルチームと喧嘩をしながら、映像のリアリティとゲームのリアリティとしかも現実のリアリティのせめぎ合いやってますので、より、素晴らしいゲームがなる素晴らしいゲームになると思いますので、皆さん期待しておいてください。でプレイしてみてください。以上です。The most feverishly awaited video game in the world was born here. For 3 long years, behind closed doors equipped with protection systems, Hideo Kojima and his team worked in absolute secrecy on their project, shaping it with creative fire and anxiety. The original team of 15 grew to 70 to wrap up the most ambitious video game project of the early 21st century.Here's another anecdote about the early development days. In the first episode, Lego were used to construct the levels. For the sequel, however, they were only used to define the volumes of the two action locations. During this phase, Mr. Kojima also tackled the writing of the script. Nothing was missing from this 800-page document. This was back in November 1998.Now his team could really roll up its sleeves and get to work. To motivate everybody,
Kojima and the assistant director came up with what might be called an American style idea. So a lot of time was spent modeling individual components.この国も捨てたもんじゃないわね。その位置で回るんだ。ゆっくりな。雨がやんだ。この国も捨てたもんじゃないわね。メタルギアソリッド2ではキャラクターの表情や口パクなども表現しているため、音声収録時に声優さんの顔の表情や口の動きに関する記録を行った。また音声に合わせて自動的に口パクが行われる機能を入れるため、声優さんに音声認識のサンプル用にシナリオ読みなども行ってもらった。日本語ではキーの音を使う機会が実に少ない。スネーク、ハンドガンを手に入れたね。ああ、USB だ。奴らがメタルギアを。状況が変わった。もう単純には行きそうもないよ。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。